ややや、本日は随分とお気持ちが高ぶっていらっしゃるのですね、マスター。存じておりますよ。バレンタインデーという贈り物の習慣があるのですね。素晴らしいですね、天才的な思いつき方。対象は食品ですから、貯蓄されずに消費されますし、毎年ラインナップも変わって新鮮さが演出できます。マスターの故郷の日本国だけでも1000億円を超える莫大な経済効果が。はい、バレンタインの効果はそれだけじゃない。なるほどなるほど、確かにその通りです。私としたことが。贈り物は気持ちが大切ですものね。そうですね、マスターが私のなぞなぞに正しく答えてくださったら、もしかして今日だけの特別なご褒美があるかもしれません。ですが、私、贈り物には少しうるさいですし、手加減はいたしませんよ。いいお返事です。では、参ります。マスター、あなたは砂漠を歩いています。さあ、どこでしょう。とにかくどこかの砂漠にいらっしゃり、そこへタラスクが現れます。ご存知ですね、タラスク。ねえ、おっしゃる通りです。マスターはそのタラスクをひっくり返します。タラスクは足と尻尾を激しくバタつかせますが、全く起き上がれません。ですが、マスターは彼を助けません。なぜマスターはタラスクを助けないのです？どうぞお答えください。それは、不正解です。ええ、特別によろしいですよ。それでは、受けてません。断じて壺に入ったわけではないです。不正解です。時間切れです。マスターにはこちら、残念賞です。はい、ハッピーハッピーバレンタイン。こちらはですね、その、では、昨夜慌てて駆け込んだ購買部さんが頑として値段交渉を受け付けてくれなかったとかではなく、それでも時間いっぱい最小の投資で最大のリターンを狙ってみたものの。
思った以上に微妙な成果に途方に暮れたとかでもなく、腰が抜けてしまいそうです。